一般社団法人茨城青年会議所専務理事の北村慎一と申します。お聞き苦しい点も多々あろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。なお、本討論会の終了は21時を予定しております。それではまず、この討論会の主催者である一般社団法人茨城青年会議所理事長井上由紀より開会にあたりましてご挨拶をさせていただきます。井上理事長、お願いいたします。皆様こんばんは。本日は私ども一般社団法人茨城青年会議所の主催いたします公開討論会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は本年度第57代理事長を拝命しております井上由紀と申します。よろしくお願いいたします。選挙権が18歳に引き下げられまして、まさに10代から20代の若者たちの関心も高まっている本年度の選挙、今回の選挙に関しまして、私どもは公平中立な青年まちづくり団体といたしまして、この公開討論会の開催を決定いたしました。メディアの報道等に惑わされない真にリアルな候補者の発言思いを聞いていただき、皆さんの判断で一票を投じていただきたいと思っております。また本討論会は茨城青年会議所のフェイスブックページにてリアルタイムで中継させていただいております。そして討論会終了後は茨城 JC 青年会議所のホームページにて YouTube でアップさせていただいております。若者世代にもしっかりと今回お越しいただけなかった会場にお越しいただけなかった方にもしっかりとご覧いただきまして、候補者の思いを受け止め、皆さんの貴重な一票を自らの意思で投票していただきたいと思います。その機会になれば幸いでございます。本日は最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日の公開討論会は茨城青年会議所の主催となっておりますが、この旧区内の、池田青年会議所、美濃青年会議所様にもご協力いただいて、広報、また動画の配信の拡散等についてご協力いただいております。それでは早速本日の討論会のコーディネーターを紹介させていただきたいと思います。川村直樹様、井上理事長、どうぞご登壇ください。はい、川村直樹様は、公益社団法人日本青年会議所の現役メンバーの時代に、この公開討論会の事業を先頭に立って、全国に広げられてこられた方で、昨年の茨城市長選挙の際の公開討論会の折にもコーディネーターを務めていただきました。今回もの選挙においても全国各地で、コーディネーターをされております。名古屋青年会議所の卒業生でいらっしゃいます。川村コーディネーター、一言、お願いいたします。はい、ご紹介預かりました川村と申します。今回ですね、最後の最後の公開討論会、今回7箇所目なんですけれども、しっかりとお務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう一人は、我々一般社団法人茨城青年会議所の理事長井上由紀がコーディネーターをさせていただきます。理事長、一言お願いします。はい、改めまして、私は市民の、一市民として皆さんと同じ茨城市民としての思いを代弁できるべく務めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうぞご着席ください。続きまして、衆議院議員選挙立候補予定者の皆様にご登壇いただきます。まずは、その前に、この席順については、先ほど厳正なくじ引きによって決めさせていただいております。それではまず原田健二候補、よろしくお願いいたします。続きまして足立康候補、よろしくお願いします。続きまして服部良一候補、よろしくお願いいたします。それではこれより討論を始めさせていただきますが、私からいくつか、注意点がございます。この討論会の目的は立候補予定者のお考え、政策、生の声を市民の皆様に届け、市民の皆様が自らの判断で投票することを促すことにあります。またこの討論会は公正中立を旨としており、各パネリストの発言時間は均等になりますようにタイムキーパーが発言時間の計測と終了時間のお知らせを行うこととなっております。また発言の順番も有利不利が出る可能性がありますので、はじめにくじ引きを行い、最初と最後の挨拶、各設問の最初の発言について発言順番をあらかじめ決めた上で進めさせていただいております。また公職選挙法の規制により、公約です、一票お願いいたしますなどの事前運動に接触する言葉は使用できないこととなっておりますので、会場の皆様におかれましては、迫力がないとか、本当に実行してくれるのかなどと、誤解されることないようにご理解、のほどよろしくお願い申し上げます。また客席からの声援、誹謗中傷、やじ等は慎んでいただきたいとともに、コーディネーターが促したとき以外の発言中の拍手も控えていただきたいと思います。これらのルールに反する行動が見えました場合、ご退場いただくこともありますが、この討論会の趣旨をご理解いただき、どうぞご了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではコーディネーターのお二人に進行を交代したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、私からまずルールの方を簡単にご説明させて、いただきます。今ありましたようにですね、この公開討論会は公正中立を旨としております。持ち時間はですね、均等に配分させていただいております。短い時間になるかもしれませんが、だからこそですね、ポイントを絞って、ですね、ご発言いただけるとご理解ください。またそこ前面にですね、タイムキーパーちょっと終了を上げてもらっていいですかね。こういう方時間ごとにきちんとそこで測ってですね、特に終了は分かりやすいような色々とさせてもらってますので、よろしくお願いします。またですね、会場内からの質問ですけれども、過去に質問を受けたときにですね、特定候補に特に有利な質問だったりとか、特に不利な質問があってトラブルになったことがございましてですね、そういうことで今回この近日はですね、公開討論会で会場からの質問についてはですね、現場でということについては実施しないと、禁止という形にさせていただいておりますので、そこについてもご理解をいただければと思います。また今回ですね、この討論方式、発言権方式という形で進めさせていただきます。各テーマについてですね、先ほど言いましたようにくじ引きで引いた順番でですね、まず3分ずつ基本的なお考え方をお伺いします。その後1人2分を2回発言するチャンスがあるという形で、発言権が2分の2回という形です。でその発言権につきましては、この持論補強と、つまり私はさらにこういうことも訴えたい、こう考えている、先ほど言い足りなかったけれどもこうなんだということを2分でご発言いただくか、またはですね、その2分を今度他の候補者にぶつける場合については質問という形で挙げていただいて、30秒で端的に質問をしていただき、当てられた方は90秒、つまり30足す90で足すと2分ということで、2分をどちらかで使ってやるという形です。これ権利ですので、使われない方も場合によっておられますが、それはそれとしてですね、皆さんもそういうものと評価いただければと思います。こういう形で公平中立をですね、旨として進めてまいりますので、ぜひご理解を賜れればと思います。
またですね、パネリストの皆様におかれましてはですね、本日この場に集まった皆さんはもとよりですね、先ほど私もちょうど理事長の挨拶の時に見てたらですね、中継が始まっていてですね、数字が少しずつ増えていっているのを見ましたので、インターネットを通じてもですね、非常に多くの方にですね、伝わると思いますし、今日もマスコミさんも来ておられると思いますので、そういう形でですね、これをしっかり発言をですね、皆さんに伝わると思いますので、ぜひ正々堂々とですね、恨みっこなしでやっていただければと思います。またですね、パネリストへのですね、やじ誹謗中傷は当然禁止でございますが、拍手等につきましても各テーマ終了時にですね、こちらコーディネーターから皆様拍手をお願いしますという形で促させていただきますので、それ以外の拍手についてはですね、ご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。それではですね、理事長まずどうぞ。はい、それではまずは簡単な自己紹介と合わせて、ご自身が考える今回の総選挙の争点についてお話しいただければと思います。発言権は原田健二さん、そして足立康さんで、服部良一さんの順番となっております。それでは最初ですので、お立ちになっていただいてお話しください。持ち時間は3分になります。では原田健二さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。ご紹介をいただきました原田健二でございます。私も1985年社団法人、今の一般社団法人箕面青年会議所の理事長をさせていただいておりました。こういった機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。今回の選挙はですね、私は政権選択の選挙というよりも、自公連立の安倍政権が信任されるのかどうかいうような選挙になる、私はそのように思っております。まだ明日が公示日でありますので、候補者が確定いたしておりませんけれども、そういった選挙に私はなるものと思っておるところでございます。自己紹介でありますけれども、今お話を申し上げましたように、青年会所の経験を通じてですね、私は地方議員、大阪府議会議員を3期11年務めさせていただきました。でその中でやっぱり声をですね、住民の皆さんの声をしっかりと受け止めて府政に届けてまいりましたので、これを今度は国政に変えてしっかりと訴えていきたいということで、補欠選挙に立候補させていただきました。初めて議席をいただきました。そんな中でですね、国の中で一生懸命仕事をさせていただいてまいりましたし、そしてまたそれぞれ国の施策等につきましてもしっかりと反映をさせていただけたものと思っておりました。しかしその次の選挙はですね、流れがですね、自民党から当時の民主党政権へということで、残念ながら議席を得ることはできませんでした。3年3ヶ月、また住民の皆さんの意見をしっかりと聞いて、次の選挙で勝たせていただきまして、今3期目を務めさせていただいております。このような私でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。では続きまして、足立康さん、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました日本維新の会の、足立康でございます。私はもともと今日この会を開催をいただいている茨城の、で小中高を出まして、地元の人間でございます。まず今日は茨城全市の井上理事をはじめ皆様の講師、こういう公開討論会を開催いただいたこと、心から感謝を申し上げます。実は私は初当選をさせていただいてから5年になりますが、初めてです。なぜ今までできなかったかなという思いはずっと持ってたんですが、やっぱり予算のこととかいろんな力学もあってですね、今までなされてこなかった。そういう中で今回茨城 JC の皆様が一肌二肌脱いでいただいて、こういう会を持っていただいたこと、まず持って感謝を申し上げたいと思います。私はこの茨城で小中高を出た後、京都の大学行きまして、その後はずっと20年間霞が関に勤務をしておりました。ただ
ちょうど21年目になりますが、ヨーロッパに駐在をしていた時に東日本大震災が起こり、実は体験してないんですね。ヨーロッパで大変な映像を CNN とか BCC で拝見をして、まあ拝見というか見て、そして一番やっぱりショックだったのは、私の勤務していた通産省経済産業省におったんです。その役所が監督管理していたはずの原発がシビアアクシデントを起こしてしまったことに大変な衝撃を受けまして、その2011年の3月末日に、辞職をして政治を志した、そういう人間でございます。今回の争点は、私は国政全般、これについてはね、一言で言えば、やっぱり民進党がちょっとどうしようもないんでね、民進党がしっかりとなくなる、これが大事だと思ってましたが、どうも選挙前になくなっちゃいましたので、私はやっぱり古い55年体制の亡霊と私がずっと呼んできた古い国会、古い政治、古い政治家、それに対してずっと橋本松井改革、吉村市政でやってきている新しい政治をどうやって実現をしていくか、これが国政全体の焦点だと思ってます。特に大阪では大阪自民党と維新の会が2大政党です。この大阪自民党と維新の会が、ね、なぜ大阪自民党は都構想に反対するのか、私は大阪を福祉と福祉と、すなわち経済の首都、文化の首都は京都です、政治の首都は東京です。大阪はもう一回経済の首都にしていくべきだと思ってますが、なぜそれに反対をされるのか、そうしたことに焦点を当てていきたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、では続きまして服部良一さん、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私今回私自身は社民党の元衆議院議員ですけれども、まあ、今回、野党の皆さんから一致して、服部お前やれということで、野党の統一候補として、立候補をすることになりました。この度できました、急に立ち上がりました立憲民主党から日本共産党、そして自由党、そしてまたその他、まあ、緑の党とか、まあ、いろいろありますけれども、そういう政党野党の統一候補として立候補いたします。まあ、自己紹介ということなんですが、まあ、私はもともと民間企業の出身でございます。大阪市内の機械メーカーで33年間働いてまいりました。まあ、その間は政党とはちょっとあまりご縁もなくですね、まあ、むしろどちらかといえば、まあ、市民運動をやったり、まあ、例えば神戸大震災の時の神戸市役所の前で行われておりました被災地の集い、まあ、この実行委員長を11年やらせていただいたり、まあ、そういった市民運動にずっと参加をしておったわけですけれども、政治に入ったきっかけはですね、まあ、この前沖縄の県知事やられておりました太田正秀さん亡くなりましたけれども、その後に参議院議員になられました山内徳信さんという参議院議員がおられるんですけれども、その方の公設第一秘書を2年間やらせていただきまして、そして2009年の衆議院選挙で当選をさせていただきました。まあ一期だけしかやっておりませんので、まあ、経験不足なんですけれども、まあ、ぜひまた経験をですね少しでも生かしていきたいというふうに思っております。まあ、今回の争点ですけれども、森友疑惑、加計疑惑、この疑惑に一切答えない、むしろそれどころかですね、この疑惑を隠す、臨時国会の冒頭でですね、せめて所信表明演説ぐらいするべきだというふうに思いますけれども、それもしない、これ本当におかしい、疑惑隠しだと思っております。それから、まあ、国難危機突破とかおっしゃいますけれども、もしそうであればですね、まあ、むしろ政治の空白を作るべきではない、まあ、これは多くの皆さんの中のご意見でもあろうかと思います。まあ、私先日、まあ、ニューヨークの国連本部も行ってまいりました。やはりこの朝鮮半島の危機をですね、戦争ではなく国連の外交的リーダーシップでぜひ解決していただきたい、まあ、そういう手紙をですね、国連の事務総長にも届けてきたところです。まあ、そういうことで、
私この9区で頑張らさせていただきたい、そういうふうに思っております。服部良一です。どうかよろしくお願い申し上げます。はい、お三方の自己紹介が済みました。ありがとうございました。それではここで皆様拍手をお願いいたします。それではテーマ別の討論に移りますので、井上理事長よろしくお願いします。はい、それではテーマ1の経済財政政策に入りたいと思います。景気回復、皆さん一番気になるところではないでしょうか。アベノミクス発動後回復しているという声もあれば、いやまだまだだという声もございます。また2年後の消費税増税についても我々にとって生活密着する一番大事な部分だと思います。その辺も交えてお三方よろしくお願いいたします。はい、発言の順番はですね、先ほどと一人ずつ、ずれましてですね、服部さんが最初にご発言をいただいて、次原田さん、そして足立さんという順番になっております。それでは服部さん、3分でこの問題に対する基本的なご考えをお願いいたします。まずアベノミクスの評価ですけれども、私はこれはもう完全に失敗の領域に入っているというふうに認識をしております。安倍さんがですね、最初総理大臣になられた時の企業の内部留保はですね、約288兆円というふうに言われておりました。金融緩和とか民間企業がお金を借りやすくなって、そして投資に向かうということなんですけれども、結局のところですね、今内部留保が400兆円まで膨れ上がってるわけですね。ですから結局このお金をどこに投資すればいいのかというですね、そのいわゆる政策がもう全く見えていない、そこが一つの大きな失敗だと思うんです。で、確かに輸出企業はですね、円安の影響なんかもあって利益を出してます。しかし皆さんもご存知のように、GDP の約 60%、70% はですね、個人消費に今日本は依存をしているわけです。しかし労働者の実質賃金は上がっておりませんし、また非常に貧困層がですね、今拡大をしている、こういう中でなかなか購買意欲がやっぱり湧いていかない、そういうとこがですね、今一番アベノミクスのですね、問題点であるだろうというふうに思っております。エネルギーの転換、あるいはもっと医療だとか介護だとか人への投資を強めることによってですね、もっともっとやっぱり雇用というものは生まれてくるのではないかということを考えております。いつまでも原子力発電所に頼る、安倍さんのいわゆるインフラ輸出ということで、原発を輸出するということを起爆剤にするというようなお話もありましたけれども、結局はですね、どこもやっぱりそういうリスクはいらないということで、ベトナムも中心になりました、ヨルダンも中心になりました。やっぱりなかなかそれはですね、無理筋のことであって、もっともっと我々の地域における循環型の経済であるとか、やっぱり自然エネルギーにですね、もっと大胆に転換していく、あるいは省エネ技術をですね、もっと世界に発信していく、そういったやはり分野にもっと力を入れることによってですね、経済の発展というものを考えていくことができるだろうと思います。で、財政についてはですね、やはり税金の取り方、今多くの企業がですね、タックスヘイブンという形で税金の逃れをやってます。で、実質的な法人税の納入もですね、非常に低い 14% 程度しか納入しておりません。それからやっぱり税金の使い方、ここもですね、やはり増税する前にもっともっと見直すものがあるだろうと私はそう思っております。時間となりました。はい、お時間でございます。ありがとうございます。はい、では次に原田さん、よろしくお願いいたします。安倍政権になりましてから、最優先で取り組んできた経済ですね、アベノミクスの効果がですね、出てきておると私はそのように思っております。数字を上げさせていただきますと、名目 GDP 安倍政権で543兆円、政権交代前は493兆円だったものでありますけれども、株価も上がりました。有効求人倍率ですね、これ全てのところで都道府県でですね、初めて1倍を超えました。
安倍政権で 1.52 倍ですね、平均そのようなことになっておりますし、正社員の求人倍率も 1.01 倍、これも初の1倍超えということであります。雇用の問題、これはいつも言われますけれども、185万人増えてるんですね。このことをぜひご理解をいただきたい、このように思っております。給与は上がらない、企業の内部留保が多くなっておるというお話でありますけれども、やっぱり私はここはですね、企業もですね、やっぱり不安を持っておられると思います。個人の消費もあまり伸びないのはですね、やっぱり将来に不安があるということであろうかと思いますので、この不安をですね、取り除いていかなければならないと思っております。特に厚生年金、企業がですね、負担をするわけでありますから、この部分をですね、しっかりとフォローできるような体制を作っていくべきだと、私はこのように思っております。アベノミクスで効果がですね、だんだん出てまいってきております。ただやっぱりどうしてもですね、大都市中心、東京中心ということでありまして、地方へはなかなかそのアベノミクス効果が現れてこないということで、これはやっぱり解決すべき問題だ、今後に課題を残しておることの一つではないか、私はそのように思っております。これからもですね、しっかりとその問題についても取り組んでいかなければならない問題だ、このように思っております。効果は順番に上がってきておるということを私は感じております。そのようなことでですね、ぜひご理解をいただきたいな、もっともっとその経済効果を地方へ上げていかなければならないと、このように思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。はい、では続きまして、足立さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。座ったままでいいんですね。ありがとうございます。経済財政政策ということですが、今原田先生の方から、アベノミクスについてご紹介がありました。私はもちろん民主党政権に比べてですね、第二次安倍政権のアベノミクス、一定の評価をいたしております。ただそれは、金融政策、財政政策、そして構造改革、規制緩和、規制改革ですね、この3つについて言うと、金融政策は ABCDE の A の評価だと思います。私は日銀の政策についてよく頑張っていると、こう思っています。一方で財政政策、特に今回の総選挙に向けて、安倍総理が、幼児教育の無償化の財源を 10% の消費税ということを当てられるとおっしゃいました。すると、これ消費税がまた延期になると、これ子どもの幼児教育の無償化が吹っ飛ぶわけですね。私はこういうやり方はまさに子どもを人質に取った消費税増税ということで、基本的に反対です。で、そもそも私は消費税増税に反対で、今回の選挙に向けても維新の会は消費増税凍結ということをお訴えしています。まあその点についてはね、B という評価です。さらに構造改革はもっとひどい、いろいろ自民党の中で揉めてるようでね、それをやりたい、例えば今回のいろんな家計学園の問題なんかでも、改革を推進したい経済産業省内閣府と、それをやめさせたい文科省とで大変なバトルが、これも官僚間のバトルですね、これをしきれないでいるわけです。自民党は、自民党の中にもそれ両サイドが、守りたい人と改革をしたい人と改革をしたくない人が自民党の中にも両方いるんですね。だから私は安倍政権の金融政策、財政政策、規制改革の3つについて評価をつけると A、B、E となりますね。安倍となりますね。ご理解いただけますでしょうか。で、とにかくね、我々は身を切る改革と言ってます。大体ね、政治家の議員特権を拡大をする、公務員の給料を毎年上げる、そういうことをやりながらね、皆様に増税するって私はもう絶対にありえないと思います。もっともっと行財政改革をやらねばなりません。なんか民主党政権でできなかったから、ああいうことは言ってもできないんだと皆さん誤解をされてますが、
あれは公務員労組に支えられている民主党だからできなかったんで、維新の会が力を持てば必ず増税なき教育無償化、増税なき福祉の充実やってまいりたいと思います。大阪での実績もございます。頑張ってまいります。はい、ありがとうございます。お三方からですね、基本的なお考え方を伺いましたので、ここから先ほど説明したようにですね、討論のところに入っていきたいと思います。こちら準備よろしいでしょうか。挙手の順番でですね、当てさせていただきます。同時の時は僕の目を信用してください。機会とかないので。それでは、まずご発言される方、はい、でそれではですね、服部さんからどちらかこれ出していただいて、自論補強か質問かと。では自論補強ですので、短期間2分でお願いいたします。はい、今消費税の問題がちょっと出ましたんでですね、それはちょっと私も触れておきたいと思います。消費税増税は反対です。まあ、それはやはり今購買力も非常にまだ伸びきってない中でですね、ここでまた増税をするとやっぱりマイナスの経済影響になっていくだろうというふうに思います。それから、まあ軽減税率どうするかとかいろいろな議論がありますけれども、まあ、ヨーロッパの税率高いじゃないかということを、まあ、よく言われますけれども、食料品にですね 10% 以上かけてるようなそういう国はどこもないわけなんですね。ですからそういう意味ではやはり今この時点で消費税増税するっていうのはおかしいし、でまた私は非常にですね、今回の解散について違和感を思うのはですね、 2% 上げるからその使い道をですね、信を問うんだという、使い道はですね、国会で堂々と議論したらいいんですよ。もともと 5% から 8%、10% に上げるという議論があったとき、社会保障と税の一体改革ということで、将来の社会保障の充実に備えるために、まあ、どうするんだという議論なんですね。ですからやっぱりそういう議論であるにもかかわらずですね、なんか昔聞いたようなですね、今頃になってその 2% の中を少し上げるとかですね、教育費に回すとかですね、そのことを解散の大義にするというのは私はどうしても理解ができない。これはやはり国会を開催してですね、堂々と議論をすべきだというふうに思います。その点だけ補強させていただきます。はい、ありがとうございます。次発言される方、挙手をお願いいたします。こちらも早かったんで、挙手していただいて上げてもらって、今早かったんで、じゃあ先に足立さん、じゃあ質問ということなので、30秒で誰にか質問をしていただいて、当てられた方90秒でお答えいただくと。はい、ありがとうございます。原田さんへの質問です。いろいろ安倍政権の経済財政政策についておっしゃいましたが、大事なのは大阪の財政ですね。私国会で原田総務大臣に、太田府政に比べて橋本祭り改革は格段にこの財政が良くなった、太田さんが作った6000億の穴を今毎年1000億規模で返していってる、この維新の政策についてご評価をおっしゃっていただきたいと思います。はい、それではですね、ご質問ということですので、原田さん90秒で今の質問に対してお願いします。はい、おっしゃる通り、国会の総務委員会で、当時の足立委員から質問をいただきました。果たしてそうなんでしょうか。太田府政の時、大変、財政的に苦しかった時ですね。でところが今ですね、おっしゃったその松井知事、そしてまた今の前のですね、橋本知事ですね、その時にはですね、経済が少し回復してきた、でそのようなことでですね、クリアをできたんではないかな、私はそのように思っております。いろんなところでですね、そういう話が出てまいりますけれども、私は太田府政がですね、決してその財政を逼迫させたということではないと思っております。はい、ありがとうございます。それでは続いてご発言される方、挙手をお願いいたします。あ、そうか、2回できるんで、はい、じゃあ、先に原田さん行って、今上がったので次足立さん行って、で順番で今度行きましょうか。はい、じゃあお願いします。自論補強ですかね。はい、こちらですね。はい、じゃあ2分でお願いします。はい、消費税の増税につきまして少しお話をさせていただきたいと思いますが、やはりですね、政策を、
子育ての無償化等につきましてはですね、政策を実行するためには財源が必要であります。言ってるだけではダメで、そこに消費税の増税の一部を使わせていただくということでご理解をいただけたらな、このように思っております。でもう一つはですね、やっぱり、まあ、社会保障費と言いましょうか、皆さんのですね、健康保険でありますとか厚生年金でありますとか、先ほど申し上げましたようなことですね、それをですね、やっぱりどこに財源を求めるかということをですね、はっきりとさせていただいておかなければならないと思います。新たな税ということではなしに、消費税から幼児教育の無償化と、そういったところへですね、財源を回させていただいて、これをしっかりと子どもたちの教育に使わせていただいて、この教育の機会均等につきましてもですね、しっかりと、まあ、やらせていただけたらな、こんなふうに思っておるところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。はい、ありがとうございます。では足立さん、質問ですね。じゃあまた誰にか言っていただいて、30秒で質問お願いします。はい、また原田さんに質問でありますが、安倍政権は、安倍総自民党は消費税増税が延期になったら、もう1回ね、もう2回延期します。デフレからの完全脱却はまだできてません。改めて再来年消費増税が延期になった場合は、子育て予算の充実、これはしないということでいいですね。はい、ではその質問に90秒で答えください。お願いします。今麻生財務大臣がおっしゃっておるところはですね、もしリーマンショック級の経済不況といいましょうか、経済問題